前回までのあらすじ、三部会は無意味だと国民議会が設立される。オスカルが軍規違反で処刑されかける。アベイ牢獄に捕まった12名を民衆の力で取り戻す。それじゃあ36話から行くぜ。開幕おっさんが密室で二人きり。この男は大蔵大臣のジャック・ネッケル。国の赤字財政の公開で、罷免された過去があるが復職し、国の未来を真剣に憂う半沢直樹は、今度は特権階級への課税を主張し倍返し。第三身分出身のブルジョアなのね。そのため民衆からの支持も厚く、王宮内部から国政を変えられるのは、あなたしかいないとラブコールを受け、おっさんがおっさんに口説き落とされるところから36話は始まる。国王の承認のない国民議会は、まだ国を動かす力はないのね。珍しくベルサイユに志向するオスカル。ジョゼフの葬儀に出すお金もなかったんですよと、財政難に愚痴をこぼす歴戦の浪費家。軍規違反を救ってくれた礼を伝えると、当然じゃないのと微笑む20年来の親友。お互い嫌な思いをしますねと、荒廃するフランスに移り気味なアントワネット。元凶の一人では？しかし、ルイ王朝は不滅だと総モード栄光。民衆の国政への介入を拒み、国民議会の解散を画策。武力での鎮圧も辞さず、地方から呼び寄せた軍隊の到着に首を長くする。民衆はもう敵でしかないのか。夕暮れ、事務仕事中に再び吐血するオスカル。胸をやられているようだなと、体の異常を再認識。もし戦闘になったら頼りにしていますと、昼にそう語った王妃を思い出し、分かり合えない隔たりが生じたことを、野獣の眼光を放ち悟り始める。見ている未来が違いすぎる。1789年7月に入り、地方から軍隊が続々とパリに集結。広場は占拠され、集会を禁止されたロベピエは激怒。ベルサイユに通じる道も閉鎖され、陛下の退位を要求するデモ隊とも衝突。のんきな兄さん死ぬぞ。夜も巡回を行い、民衆の外出や集会を監視。さらに町に流入した10万を超す軍隊に、民衆の食料も横取りされ。昼夜問わない監視と飢餓により、民衆から自由と笑顔が完全に奪われる。用水の自由は許されてるのか？ジャルジェケ、突然肖像画の依頼をしたオスカル。心境の変化に、部屋の外で親父も首をひねる。このご時世に体調も悪いものね。ふと、20年前の思い出話を始める画家のアルマン。パリ初訪問のパレードで見たアントワネットの美しさ。それに負けず劣らないオスカルの凛々しさも語り、ルイ君ガン無視で思い出に浸る。ドゲメネ公爵の行方を知りませんか？オスカルも釣られて記憶をたどり、もう思い出の中にしかいない、無邪気で純粋だった王妃に心を馳せる。劇的ビフォーアフター。後日、突然オルコーが王位を譲れと、デモ行進を始めた報告がロベピエに入る。民衆と組んだのもそのためかと、まるっとお見通しだった企みに失笑し、どうせ誰も指示などせんと、おっさんに放置プレイされるおっさん。貴族支配の政治が続くだけよね。一方、ベルサイユ、心ここにあらずな陛下を前に、王政改革を訴える大蔵大臣ネッケル。議会政治なしに、もはやフランスに未来はないと断言。手始めに国民議会を承認し、民衆の政治参加の必要性を強調。王家とその取り巻きだけで国の舵取りは限界よね。妻へのほうれん草は欠かさない良き夫の陛下。言い訳ないだろと、国民議会の承認は断固拒否され、時の流れなど王が作るものだと、王室の権威失墜を恐れ陛下にモラハラ。20年尻に敷かれ続けた悲しき陛下の威厳。一方、ロベピエ一門、もう国王夫妻を暗殺しようぜと、ついに無謀すぎる命令を求め、いい加減に戦火と師匠に叱られ、気が熟すのを待てないサンジュスト。王妃たちの顔はちゃんと知ってるのに、師弟関係はこじれまくり、残念ですと立ち去る弟子を見つめ、余計なことをされてはかなわんと、ベルナールに監視を頼む。元黒い騎士にお任せあれ。早速大胆な尾行術で追跡開始。雑すぎる。その時、見回り中のオスカル一行に遭遇。軍隊が街中に網を張っているおかげで、所在投げに巡回中。静かだが張り詰める街の緊張に、このままだと暴動になるなとつぶやくオスカルに、革命と言ってほしいねと返すアランと、
それに同調するアンドレ。王政を倒すための戦いだものね。その時、気配を感じ振り返る剣豪オスカル。調べてみますかとアランが言うも、気のせいだろうと自己完結し、家臣を引き連れのんきにパリアンら。ニート見つくに行う。サンジュストが安心するのもつかの間。反対方向から通行人が通りかかるが、慌てて身を隠しことなきを得る。ベルナールやる気なさすぎ。一方、三人組。軍隊と鉢合わせ、仕事中だから通してくれと嘘をつくオスカル。散歩とおしゃべりしかしてないぞ。この軍服が目に入らぬかと、軍服印籠で拡散が仲間アピールするも、誰も通すなという命令だと、駐屯地組に無下にされたとか一個あらん。田舎差別発言で挑発し、のどかな昼下がりを盾で満喫。なぜ争う？その後、一人だけボコられたアランを、助けに入らなかったスケさんが心配。最低の水戸黄門、巡回はもう必要ないなと、怪我人放置で帰り始めるニート三つくに行う。その時、革命前から勝利宣言を始める拡散。上という地獄を見てきた民衆に、軍隊が勝てるわけないと語るも、突如拡散の顔の傷がええ、川の効能が気になってしまい、拡散の決め台詞に五郎公はノーリアクション。何か言ってやれ。一方、ベルナール、尾行しているうちに逆に尾行され、機嫌を損ねたサンジュストと、唐突に門下生兄弟喧嘩勃発。世の中はもうじき変わると、ボエム目視して老牽制するベルナール。しかし、ロベピエの狙いは権力だと切り捨てるサンジュスト。民衆から支持を集め、カリスマで革命を先導するのもすべて、王政打倒後に、王に代わって国を支配するためだとバッサリ。割とオルコート似た者同士。その際は、もっともらしい理由で民衆を説き伏せ、特権階級の根絶やしを目論むロベピエの方が、よほどスケールの大きいテロリストだと、高笑いしてその場を立ち去る。それが本当なら民衆は、目的達成のための駒みたいね。その頃、ベルサイユ、アントワネットから説教される大蔵大臣ネッケル、民衆の政治参加の提言や、権力の独占を非難したことで大目玉、金輪際志向を禁ずると、王妃の独断でベルサイユから追放決定。臭いものに蓋ね。そのニュースは瞬く間に広がり、愛国者ネッケルは虐殺されたと、デマの拡散を支持し始めるロベピエ。自宅での謹慎処分で生きてますよと、部下が冷静に突っ込むが、私の言う通りに従えと、髪色がスーパーサイヤ人と化し、武器を手にし立ち上がる時が来たと、愛国者の虐殺を免罪符に暴力を正当化。正体を表し始めたわね。その後、デマを通し爆発寸前の反王室感情を、演説でさらに焚きつけるロベピエ。それを群衆の中で一人乳首孔のスペシャリスト、サンジュストの言うように、ロベスピエールには思惑があるかもしれない。しかし、大事なことは民衆が自らの意志で立ち上がることだと、師匠を呼び捨てにしつつ、一足早く指導者から巣立つベルナール。民衆はロベピエの手のひらの上なのか。夕暮れ、ロベピエの演説は効果絶大。パリの街は打倒王政で活気づき、死刑常連の姉さんも殺気立つ。プロの傭兵。そして、同じ夕焼けの下、王室が国民に銃を向けてはならないと、軍の撤退を進言するオスカル。もし戦いになったら、守ってくれますねと尋ねる王妃に、私はもはやこの世を辞めた身と、王室のために剣は握らない意思を表明。再度軍の撤退を進言するも、それはできませんと、別れは避けられないと理解し二人は涙。長い沈黙の後、立ち去るオスカルの背に、まるでもう会えないかのようと語りかける王妃。オスカルの涙と沈黙に、あまりに離れてしまった心の距離を悟り、オールボワール、また会いましょうという、叶うことのない再会の言葉を最後に、20年以上温め合った、身分を超えた友情が終わりを告げ、マラクとも言える別々の未来を、二人が選択するところで36話は終わりだぜ。アントワネットに残されたのはもう権力だけなのか。続けて37話行くぜ。ネッケル虐殺のデマを皮切りに、武装を始めたパリの民衆。10万を超す軍隊を街に配備し、権力者は昼夜問わず民衆を監視。混迷を極め、フランスが大きく揺れ動く中、闇に包まれつつあるアンドレが、新時代の夜明けの光を目に焼き付けようと、
1789年7月12日の朝を迎えるところから37話は始まる。涙なしには見られないかい。昼に岡か A 氏の元を訪れたオスカル。診察後、ただの風邪だと医師ははぐらかすが、残りの人生を悔いなく生きたいのだと、オスカルの覚悟に関連し、結核にかかっており、長くてあと半年の命だと白状。すぐに軍を辞め、療養地で安静に過ごすことを強く勧め涙。幼い頃からずっとオスカルを見ていたのね。礼を言い、立ち去るオスカルを呼び止める医師。最近アンドレが来ないのだがと話し、言葉の真意を尋ねるオスカル。ジャルジェケ、アンドレの失明は時間の問題だと告げられ、右目のことを隠し、ずっとそばで支えてくれていたアンドレと、その苦しみに気づけなかった自分に、オスカルは頭を抱える。おかしいとは思っていたけど、その都度ごまかされてたわね。一方、パリの街、鍛冶屋は蹄鉄の代わりに槍を作り、パン屋もなぜか古い武器を並べ、民衆の武装化が一気に加速。パン屋の闇、街角の小さな群れの数々は、合流を繰り返し大きな群れとなり、広場を占拠する軍隊と睨み合い、一触即発の状況へと事態は緊迫。きっかけ一つで戦いになりそうね。一方、隊長室、やけに静かだなと話すオスカルに、A 中隊が出動したことを話すダブー大佐。B 中隊も出動に備え、巡回は見合わせ待機命令が出ていると報告。A 兵隊は同じ民衆に武器を向けることになるのね。その時、顔色が優れませんねと早退を促す大佐。オスカルが笑ってごまかすも、去年妻が胸の病で亡くなったからわかると、涙をため上官の身をおもんばかる。大佐の思いやりを受け止め、言う通り今日は帰ると礼を言うオスカル。隠れナイスガイだった大佐。その頃、アンドレ、オスカルが呼んでいると聞かされ、隊長室へと足を運ぶ。入室後、冗談交じりにパリの状況を、無人の机に向かって報告するアンドレ。徐々に視界がはっきりし、呼びつけておいていないのかと、肩を落とした一室。その一部始終を横で見ていたオスカル。もう私すら見えないのかと。どれだけの苦しみを隠し、そばで支えてくれてたのかに一人嘆く。まさかここまでとは思わないわよね。先回りし、弊社の外で鉢合わせを装うオスカル。用事があって留守にしていたと、優しい嘘で不在を誤り、命令待ちですることないから、今日はもう屋敷に戻ろう。もう物騒だから護衛を頼むと手を取り、かけがえのないありふれた時間を大切に過ごす。一緒に過ごせる時間も残り少ないものね。午後になり、轟音響かせ、パリを駆け巡る民衆の波。警備の手薄な倉庫や屋敷を狙い、食料や重機をダッシュでダッシュ。少年時代の息子に支えられつつ、用水も流れに加わり、歴史が変わる時が来たと、心模様を歌い革命という夢の中へ。探し物は祖国の夜明け。ジャルジェケ。先日とは違うポーズで仕上げにかかる画家のアルマン。待ちきれず、ジャルジェケの皆さんも続々と集合。そして、瞳を最後にオスカルの肖像画が完成。ポーズとは関係ない絵だったのね。水のように静かに見えて、心は戦の庭へと燃えていると画家は拝察。軍神マルス扮する娘の肖像画に、素晴らしいと親父とばあやはため息。オスカルはなんか微妙な反応ね。夕暮れ、人が吐けた後に鑑賞するアンドレ。輝く笑顔が素晴らしい、月桂樹の冠が鮮やかだと、肖像画とは全く異なる感想を、霞む視界の中から絞り出す。目が見えないことはわかっている、無理はしなくてよいと、オスカルを守るために、苦しみを隠し続ける姿にオスカルは涙。野原一面に咲く白いバラが見え、昔行ったアラスの泉だよなと尋ねると、画家のアルマンはわざわざアラスまでスケッチしに行ってくれたのだと優しい嘘。オスカルの優しさ、気高さ、喜びがすべて表現されている。この絵に描かれたお前の美しさを、俺は決して忘れないとアンドレは心に誓う。しかし、アンドレが語る絵のオスカルは、すべてアンドレの心の中にあるオスカル。画家が拝察したような、勇ましくたくましい女性などではなく、優しさに溢れた一人の美しい女性でしかない。20年以上ずっと、一人の女性として愛してくれていたアンドレに、ありがとう、アンドレありがとうと、オスカルは喜びの比類を流す。ただ悲しいだけのシーンではないわね。その後、
ダブー大佐の命でアランが来訪。明朝8時、武装して暴動に備えよとの命令を伝達。ついにこの時が、アランたちは先に兵舎へ戻り、アンドレも厩舎で馬の準備。そこに訪れる親父、話すのも最後かもしれないと、本心を打ち明け始める。もし、アンドレが貴族なら、オスカルとの結婚を心から祝福したと告げ、必ず生きて帰ってこいと、戦に向かう愛する息子の無事を願う。親父なりの最大限の愛情表現ね。その後、隊員が待つ兵舎へと馬を走らせる二人。川の向こう側で、武器の略奪に奔走する民衆と遭遇。熱狂する民衆に唖然としていたら、背後から発砲され、武器を奪えと民衆たちが襲いかかる。私から離れるなと、オスカルの言葉にハッとするアンドレ。目のことはバレてるものね。急いで川を渡って逃げ切りを図る途中、民衆の投擲でアンドレが負傷。オスカルが手綱を引き、命からがら窮地を脱する。民衆も攻撃にためらいがないわね。夜、そこら中に民衆が張り込み、一筋縄で兵舎にたどり着けない二人。別の道を探しがてら、右目のことに触れるオスカル。その状態では危険すぎると、バーヤの松屋敷へ戻ることを提案。当然、アンドレはそれを拒否。俺はいつもお前と共にあると、最後までオスカルの影として生きる決意を伝える。どんなに苦しんでも思いがぶれることはなかった。アンドレからの愛を知りながら、かつて私は別の人を愛した。そんな私でも愛してくれるのかと問いかけるオスカルに、すべてを、命ある限りと、迷いなく答え、私も心から愛していますと、アンドレの胸に飛び込み、そんなこと、ずっと前から分かっていたさとアンドレは抱き止め、20年以上の時を超え、ずっとそばにいた二人の心に橋を架けるかのように、天の川が浮かぶ夜空の下、オスカルはアンドレの妻となった。ジャルジェケ、オスカルが生きて帰ってくることを肖像画の前で祈る親父。そこにバーヤがオスカルからの手紙を持って入室。親父の代わりに読み上げ、その内容に息を呑むバーヤ。私ごとき娘を愛し、追いつくしみくださって本当にありがとうございました。手紙にはただその一言だけ。それではまるで、本当の別れのようではないかと親父は苦笑。許さんぞと怒り、マナ娘からの別れの手紙にバーヤと共に涙し、未来への橋が架かる空の下、オスカルとアンドレが運命の日へと向かうところで37話は終わりだぜ。ついに7月13日。アンドレの思いが届いて本当に良かったわね。30話以上追い続けていると、どれだけ苦しんできたかよくわかるからな。それと今回は内容が盛りだくさんで、結構省略したから、ここでネッケルについてちょうて身近に補足しておくぜ。ネッケルは第三身分出身の大臣だということ。ブルジョは階層だから、平民といっても豊かな感じかしら。銀行家として成功しているため、国の8割を占める農民とは違うだろうな。いずれにしても、国民目線で物申してくれるから支持が厚かったのね。他にはアントワネットの代わりようや、ロベピエについても話そうと思ったんだが、書いていたら長くなってしまったので別の機会にするぜ。今は物語に不足している情報を補填する以外は打足よね。なので、余計なことは話さず次回の話だが、次回はついに運命の7月13日、民衆と軍隊との血で血を洗う戦いが始まり、14日のバスティーユ牢獄襲撃と、フランス革命が本格的に始まるぜ。ここら辺はもう予告不要なレベルね。歴史的には14日がフランス革命の始まりらしいが、ベルバラ的には13日がとにかく重要な日だぜ。嫌な事件だったわね。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。七夕の1週間後がバスティーユ。